なりたいチャンネルです。新しく雲ですが、何か二次創作が始まります。それでは、苔玉ですが、何か再会する転生者たち S13 真相朗読を始めます。苔玉ですが、何か再会する転生者たち S13 真相。時を少し遡り、争いが中止して少し経った頃、あのあと互いに戦意を失い双方歩行を収めることで戦いはうやむやとなった。背後から心胆が冷え切るほどの轟音と閃光が鳴り響いたことで、やや強引に連れ出され戦場から抜け出した俺たち4人は、京也たちに案内されるまま無言で進んだ。疑問は数多くあり、不安や警戒ももちろんあったけど、予感がこの場にいてはまずいと叫び、また抵抗したとしても優吾あるいは京也どちらにもかなわないだろうという歴然とした実力差があったのも京也たちに素直に従った理由だ。それにもし拒絶したとしよう、それで何ができる。ただでさえ実力は及ばず、大事なことは何も知らないというのに。ならば賭けでも何だろうと乗るしかないと、その選択肢を選ぶしかなかった。泥だらけの戦場から走り抜けた先、そうしてエルフの里も戦場も見えなくなるほど長い距離を移動した俺たちは、帝国軍のようだが何かが違う軍団の野営地へと足を踏み入れた。その場所にて俺は妹のスーと再会したのだった。兄様、スー。一見して何かしらの拘束や不当な扱いがなされているわけでもなく、至って健康そうな姿を確認した俺は安堵で胸をなで下ろした。しかしやっと再会できたスーの方は、俺を見つめては罰の悪そうな顔をしていた。そして俺たちの背後にいる優吾や京也の姿を認識すると、二人をイコロさんばかりに睨みつけていた。おいおい、そんな睨むなよ。お前の計画とらわれのお姫様が狂ったからといって俺に当たんじゃねえよ。心底いい迷惑だと言わんばかりに、トゲトゲしく殺意すら感じるような反応をしながら歩き続けて、俺の旗を通り過ぎ前に出る優吾。それに対して京也の方は何も言わず背後で静観の気配を崩さずにいた。いや、やや雰囲気が固くなったか思うところがあるけど、口を挟むべきではない。そんな感じだ。横目でちらりと二人の反応を見つつ、俺はスーに顔を向けた。無事だったのか。ええ、兄様が心配するようなことは何一つとしてありません。俺が声をかけた途端、表情が一変するようは過去にもよく見た光景。ああ、必ず兄様が来てくれると信じていました。きっと迎えに来てくれると。そして言い切るやいなや、俺に向かって飛び込もうとしたスーだったが、その行動はいつの間にか剣を抜き放っていた優吾がスーの首筋へと白刃を添えていたことによって止められていた。優吾、お前。は、なんだこの茶番、似合わねえぜ姫様よ。土器すらにじんだドスの効いた声が響く。その声の主へと目線を向ければ、優吾は真顔のまま続ける。なあ、シュン、まさかそいつが、ただの人質だったなんて、そう思ってんのか？黙って、優吾。聞かねえよ。対策済み、だっつーの、クソ甘め。魔力が高まる気配を、スーから感じた。何かしらのスキルを使ったのだと推察できるが、それを受けた優吾の方は平然としており、胸筋の中から首飾りを引っ張り出した。水色の球体が連なり青白い光が走る真珠のネックレスにも似た首飾りが宙で揺れる。ち、今から言うことは真実だぜ。俺の言葉を信じる信じないは自由だが、そいつには恨みがあんだよ。この際だ、全部ぶち負けてやるさ、真相ってのをな。そうして優吾が語ったのは、にわかには信じがたい真実で、俺たちは全員例外なく衝撃を受けることとなった。まさかそんなスーちゃんが。へえ、
ふーん、スーが自らの意思でこの騒動に協力していただって。それもずっと何年も前から俺の命を盾に協力を迫られ、ユーゴーたち、いや若葉さんたちの計画とやらに力を貸していたという。サイリス兄様を壊したのも、ユーゴーがユーリを殺しかけた原因もスーにあったと。そんなバカな。違います、兄様。スーは脅されて仕方なく、だが途中から乗り気だったろうが、王国の混乱にはそいつの力が不可欠だったんだからな。もともとは敵対関係だったユーゴーの視点で語られる真相とやらにどれほどの信憑性があるのか俺にはわからないけど、まとう雰囲気からは嘘をついて混乱させようという気より、ただ隠す必要がなくなったから淡々と事実を暴露しようとしているようだった。色欲、そいつが獲得した支配者スキルで、効果は他者の洗脳、それによって王国の兵士だとか第二王子を操ってクーデターまがいを発生させたってわけだ。まあ俺たちがそうした理由は、王国上層部にポティマスの洗脳が蔓延していたからなんだがな。王国は勇者を秘匿することにやたら躍起になっていただろう。まだ学生だから政治的な理由で、時期じゃない適当な理由つけて勇者様は軟禁状態にして、外の情報もシャットアウト。なあ変だろ。色欲だって、しかも効果は洗脳。じゃああの処刑の時、正気ではなかったサイリス兄様はスーがあのようにしたと。そしてサイリス兄様はもはや二度と元には戻らないだろうと言える状態だったのを、王国から離れる寸前の時に残ったレストン兄様から聞いていた気がする。そして思い返せば、確かに勇者の称号を受け継いでからの数ヶ月、その間俺の元にはわずかな情報すらも届くことはなかったが、それが正しいと証明できる証拠はあるのか。ユーゴー、鑑定でも使えばいい。少なくともそいつが色欲持ってるのは確認できんだろ。強い疑念の表情でカティアが問いただすと、ユーゴーは仏頂面で吐き捨てるように言う。洗脳されてた連中は全員殺した。生き残ってるのも役割上残す必要があったシュン以外の王子くらいなもんだ。そいつらも洗脳の上書きでぶっ壊れたり、一度死んでからシュンの蘇生で復活したりで影響は残っちゃいねえよ。だからまあ根性庫を出せと言われても何もねえさ。重苦しい沈黙が周囲を包んだ。王国転覆の真の理由がユーゴーの言う通りだとして、それに手助けをしたスー。恐る恐る鑑定をスーに使えば、そのスキルの欄には色欲の文字があって、その効果もユーゴーの言う通りで、思わずスーから一歩後ずさりしてしまった。その俺の反応にびくりと硬直して驚愕に目を見開くスー。俺の言葉が信じらねえって言うなら他の連中にでも聞けよ。そこのだんまり決め込んでいる鬼野郎でもよいし、もっと詳しいこと知ってるだろう若葉やコケモリでもいいさ。締めくくりとしてユーゴーが発した最後の言葉に、俺と仲間たちは瞬時に顔を見合わす。今重要なこと言わなかったか。マリちゃん、コケモリさんを知っているの、ユーゴー。あ、おう、そういえばお前らからすれば会ったことはなかったか。死んだと思われていた若葉とコケモリの二人だが、あれを普通と言っていいのか知らんが生きてたぞ。さっき若葉の方は見ただろう、おかちゃんが何を基準にして俺らの生死を確認してたか知らんけどさ、それも正確じゃなかったってことさ。なら他に亡くなったとされるクラスメイトももしかして。だが他の死んだとされる三人、カズナリに、小暮、林、あいつらはすでに死んじまっただろうさ。支配者権限にスキル検索なんてのがあってな、いろんな使い方があるんだが、あるスキルを何人が所持しているかってのを調べられるんだ。そして転生者には全員に共通したスキルがある。もうわかるだろう、その人数を見れば現在何人の転生者が生きているのか一目瞭然なんだよ。そのわずかでも思い浮かべてしまった甘い希望は容赦なく否定された。まあ後で本人らに直接会って話せばいい。若葉はともかく
苔森なら納得のいく説明してくれるだろうさ。俺はどうもこういうのは苦手だしな、とつぶやくユーゴ。自らが作り出した空気の悪さに今更ながら気づいたのか、頭をかきながら全員を一別し、おもむろに剣を鞘に収めるユーゴ。そうして他にも仕事が残っていると、あとはお前らで話し合えと、いろいろと投げっぱなしのまま、ユーゴは俺たちの横を通り過ぎながらこの場から去っていった。残された俺たち背後では、分析や困惑に猜疑などなど、様々な感情が渦巻いているだろう。しかし俺はその周囲の情報を遮断して、スーと向かい合っていた。まるで二人だけしか、この世界にいないかのように。俺は意を決して無理やりにでも口を開いた。すべて、本当のことなのか、スー。ええ、間違いありません、兄様。自ら真相を認めるスー。だがその瞳にはほの暗い濁った闇しか映していなかった。でもそれは全て兄様を思って。もういい、スーの言葉を強引に断ち切る。でもこの言葉もスーには届かないだろう。兆候や違和感、今まで俺が見て見ぬふりしてきた思いの全て、その掛け違いがここまでのすれ違いを生んでしまった。今もその瞳に映る俺は、俺じゃない誰かではないかと思う。聞こえてくる小姉も、兄様のため、兄様を思って、兄様を助けるために、兄様、兄様。なあ、その兄様って誰だ？口に出たのはそんな純粋な疑問。誰って、そんなの旬兄様しか私には。違うだろ。静かな宣言に今度はスーがたじろぐ。何なのだろうな、ずっと前からこうすべきだったとつぶやく俺がいた。きっと俺たちは一度本気の本音で痛みを伴う語り合いをやるべきだった。兄弟ならさ、それが起きるのは当たり前でごく普通に勃発すること、俺たちは一度もしていないと気づいたから。結局はスーにも一線を引いていたのだろう。妹と思っていても、それは家族のつながりというよりは付き合いが多いだけの他人に近い。ユリウス兄様のこともそうだ。憧れる近所の格好良い青年、前世の家族という関係性とは違うものだ。だから今本当に兄弟となるには行わなければならないことがある。さあ一歩踏み出せ。そして俺とスーの距離が狭まり、互いに手を伸ばせば触れ合えそうな近さに接近する。兄様。その声に返事はせず、俺が返したスーへの答えはパシンという一つの乾いた音だった。え、あまりにも小さな暴力。俺が放ったビンタは妹のスーの方を確かに捉えていた。嫌われるとしても兄弟喧嘩すべきだったんだ。俺たちは間違いを犯したのなら手を挙げてでも叱るべきだ。そんな資格などない。いいや、俺はスーの兄なのだから、俺がやるべきことなのだ。そして教えなければならない。俺たちの関係性というものを。上辺だけ見ても何も通じ合えない。俺はスーのそんな一面を知ってて見過ごしてきた。だから答えるよ。俺はスーの思いには答えられない。その瞳に反射している俺の顔はひどい顔だった。だけど、ああ、初めてスーが俺を見ている、そんな気がした。嘘、嘘、そんな、兄様がそんなこと言うはずが。スー、再度突き放すかのようだけど、大事なことだから真摯に、俺は言う。だって、俺たちは兄弟だから、スーのその行為には、俺は答えてあげられない。俺とスーとの間を決定つける、思うからこその激痛を伴う宣告が、今なされた。しばしの無言。俺の方は、胸の内をさらけ出しきったことによる無言。だが、スーの方はわからない。言葉が見つからないのか、呆れて失望したか、それとも憤激が煮えたぎっているのか。
確認できるのは、今のスーが無表情を通り越して虚無としか感じられない顔をしていることだけ。ああ、そっか、最初からそうすれば。かすれきり感情の読めない小姉で、そばにいた俺以外に誰も聞こえないような音量で、スーが言う。そして一転、釣り上がった笑みを浮かべた。次の瞬間。兄様、愛しています。なので、一緒に死にましょう。ゴフ。腹部に突き刺さる探検。それは的確に急所を貫き、ぐりぐりとくじられる荒田痛が、背筋を伝って脳髄に響く。スー。シュン君。カティアとユーリの声が遠くなる。瞬時に動いたフェイとキョウヤの姿が、俺とスーを引き剥がした。霞む視界に、スーが地面に叩き伏せられ京也に拘束される光景が映って、俺は手を伸ばす。とどめろと言いたいが、声が出せない。どうにもうまく息ができないようで、喉から鳴るのは全鳴のみだ。そして倒れ込んだ俺の視界に映ったのは、涙を浮かべる仲間たちの顔で、また心配かけて、ごめん。意識を失う直前、思ったのはそんな言葉だった。近頃よく夢を見る。今世と前世のありし日の記憶の夢。シュンは将来どんな人になりたい？そう問いかけるのは、最後に見た時よりいくらか幼い自分のユリウス兄様。そしてそれに応える存在も今より幼い頃の俺で、俺はユリウス兄様のように正しいことを行える人になりたい。無垢に愚かにも、ただ憧れだけで、苦悩も痛みも知らないまま兄様の光に焦がれた。その時にはもう兄様は正義の重さというものを背負っていたというのに。母、それは辛い道だよ、シュン。正しい道はいつだって絶望と隣り合わせで痛いんだ。その時の俺には兄様の言ったことのかけらすらも分かっていなかった。どれほど茨の道で、どれほど不条理な世界なのか、憧れに曇った俺には想像すらできなかった。激痛に濡れ血を流しながら、辛くて苦しくても前に進む。そんな生き方ができるのは、兄様のような一握りの存在だけなのだと。それでも、僕みたいになりたいというのなら、覚えておいて。穏やかながらも、どこか悲しげな兄様が告げた。どんなに打ちのめされて折れそうな時でも、必ず答えはここにあるって。そう言って、ユリウス兄様が示したのは、俺の胸で。迷ったら立ち止まってもよい、問いかけて、答えはいつだって、旬の身近にあるから。景色は薄れてぼやけていき、記憶はより深くへと遡っていく。それは遥か昔の記憶。前世で最も古い記憶と言ってもいい、祖父母が生きていた頃の記憶。おお、俊介、よく来たな。今世での父上のような、厳格そうでだけど朗らかな祖父母。その頃は、正月とかに祖父母の家に帰省することも珍しくはなかった。そして祖父母は今時珍しい、神道を深く信仰していた人たちでもあった。さあ、俊介も神様にお祈りをするんだ。二礼二拍手一礼、覚えておるな。近くの神社に連れて行かれ、熱心に神様への感謝を告げる祖父母たち。幼き頃の俺は、正直不満たらたらで面倒くさそうにしていた。なんで、こんなことしているんだと。それを祖父母たちは、この世界で健やかに生きていられるのも神様のおかげ、わからんだろうと思うが、感謝を告げることが大事なのだ。神様が見守ってくださるからこそ、わしらが幸福に過ごせておる。その感謝はこうして口にして唱えなければ、伝わらんのだよ。頭を傾ける非常に幼い俺。それを祖父母たちは、笑いながら頭を撫でた。いずれわかればいいんじゃ。それじは役落としじゃ。帰省するたび、何度もお参りに連れ回されることに少し嫌気を感じていたが、それでも全面的に嫌だったわけではない。むしろ、神社という非現実的な空気に、多少興奮していたことも事実だ。だから、
その時のこともよく覚えている。高間ヶ原に座しましまして、天と地にご働きを表したまう竜王は、祖祖父母が亡くなってから知ったことだが、よく連れて行かれた神社は少し変わった神社だったらしい。竜神様を祀る、そういった神社だったとか。だからその時の光景も記憶に深く刻まれていた。成就なさしめたまえと、かしこみかしこみ申す。そして祖祖父母が亡くなった時のことも、特に何が原因だとかは聞かされなかったけど、間際の話は聞いた。ただ眠るように息を引き取ったらしい。俺が見たのは、シワが無数に刻まれた顔に穏やかな表情を浮かべて缶に入っている姿だけ。けどその時祖祖父母が亡くなって悲しい以外にも思ったことがある。ああ、祖祖父母は綺麗に生き、そして美しく亡くなったんだろうって。そして亡くなって言葉を交わせなくなったとしても、確かに俺に何かを託していたと思う。そうか、だから俺はこの世界を嘆いているのか。ならば俺の祈りはちっぽけでありふれた単純なものでよかったんだ。次回は、雲ですか何か二次創作、苔玉ですか何か再会する転生者たち53、私の本質は、高評価チャンネル登録お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。